川文は、名古屋市中区丸の内二丁目にある、名古屋最古の老舗高級料亭。清凄にて移り住み、魚の棚通りに、魚屋として、官営年間に、河内や文在門が創業。江戸時代は、尾張徳川や御用達として利用された。明治時代には、伊藤博文など、歴代の総理経験者も訪れ、白文の書が掛け軸として残されている。 1912年10月に合名会社として法人化された。しかし、接待の減少などから経営が行き詰まり、2011年にプランド C に経営権を譲渡した。建物の改装を行い、同年9月30日より再オープンした。2019年11月22日、名古屋市内において行われた G20IG。 名古屋外務大臣会合の外相主催夕食会が、川分で開催された。2020年2月13日から同21日には、ジャグが愛知企画展、芸どころ名古屋を開催。2005年に、おもや、表門、も脇門、ん、新洋亭、渡り廊下、洋亭、厨房が、登録有形文化財に登録された。定期イベントとして、川分座と題したイベントを行っている。 節分の日に仮装をして鬼から身を隠す行事である。節分お化け上川分の節分祭りでは、名義連の芸舞子や従業員も化けみて、普段芸舞子が披露する日本舞踊とは全く違う。その年の話題のネタを取り込んだ演目を披露するのが特徴。2004年に一度と抱いたが、2014年に10年ぶりに復活し、 その後毎年開催される1、先が見えない新型コロナウイルス、日本経済への深刻な影響を NHK ニュース。2、丸の内弁当1日販売外食自粛ムードの中、ミシュラン三つ星店など企画中日新聞社。3.1万円でも100個完売。外食自粛で、名古屋の9つの名店が、豪華特製弁当、シェフ、家で味わって、東海テレビ。ありがとうございます。